나눠지요. 야가! 그럼 안 피우고 싶을래? 오빠가 6살만에 ごめんなさい 静かに するね 早く開けて! 嘘でしょ? 音うるさすぎるし もう開かない! ちょっと 映画聞こえないんだけど あと少し やった! 残念! パーティーの終わり! 悪かったね よし! 誰も見ていないわよね チョコレートの時間よ 袋を開けちゃえ! わお! 今の何の光? やった! 袋が開いたよ! おいしそう! わお! 揺れる! チョコレートの時間よ! いくよ! おお、最初は赤ね! おいしい! この色大好き! 今度は私を選んで! うわ、茶色か! え?戻した? 今度は私よ! 黄色はママかな? やば、みんなが来ちゃった! 見て、チョコレート! やった、ちょうだい! 何が起こったの? 嘘でしょ? ああ、つまんない… まあ、ないよりマシか… このアボカドの赤ちゃん可愛い。ズッキーニは微妙だけどね。わあ、何よ。オッケー、遊べよ。静かにしてよ。また寝るのね。マラカスなんてどう。ほら、起きて。やめてってば。それ、遊べよ。 嘘でしょ? やっと起き上がる準備できた? 目覚まし時計って最悪! なんだって? お知らせがいっぱいですよ! たくさんね… パッと見ておこう… くすぐったい! 面白いビデオ! わお、上手だね! 話せてよかった! ねえ、時間を見て! もうこんな時間? うそ! 捨てられちゃった… 遅刻しちゃうし! やだ、充電が切れちゃった! はあ、もう、充電器があるから充電しておくか! お腹すいた… 何か食べ物ないかな? ブロッコリーは… いや、引き出しは? でもお腹すいたしな… あ、バナナだ! リラックスできる… いいこと考えちゃった… ん?誰? 何か用? 熟されているし皮を剥いてみるか。お着替えの時間ね。ちょっと楽しい。まだまだいくかな。最後の一枚生まれ変わった気分。よし、いただきます。どう、スーパー行ってきたの。美味しそうなお菓子がいっぱい。ポテチかバナナ。ポテチの勝ち。 私を放っておくっていうの? 信じられないわ! これでよし、スマホの収集完了! あ、隠さなきゃ! みんな出したわよね? し、スマホ静かに! やめろ、バレちゃうだろ! テストの準備はできているかしら? よし、今のうちだ、スマホを使おう! 合格してやるぞ! 楽しい! 質問3の答えはこれね! 他のカンニングペーパーは… やめてくすぐったい! し、静かに!
まだ大丈夫。みんな、私はここよ。嘘だろ、静かにしろよ。ダメだって。スマホカンニングしているのかしら。今すぐ持ってきなさい。分かったよ。はい、机に戻って。ごめんね、でも私は私なのよ。次の教科書はこれね。これ見て、信じられないでしょ。わあ、嘘でしょ。いいねがたくさん。すごい。私も TikTok 作ってみようかな。どれどれ、この場所がぴったり。カメラをここに置いて、ダンスタイムよ。リラックスしちゃおう。こら、落ちないでよね。イライラするな。どうすればいいかな。あのベンチならいけるかも。よし、テイク2。バイバイ。ダメ、ダメだって。ほこりがついちゃった。さすがにここは大丈夫なはず。本で固定できるからね。動かないでよ。また踊ってる。でもこの本意味ないのよ。もうなんでよ、なんでこうなるの。こうなったら最終手段。テープで貼れば安心。壁にくっついちゃった。わかった、今度は最後まで見るわね。よし、フィニッシュ。確認してみよう。やったー。食べ物何かないかな。あ、あら、わたしかわいいでしょ。おいしそう。楽しいわ。でもどうしたの。なんで止まるのよ。いいこと考えちゃった。ホイップクリーム。きっといちごがもっと美味しくなるはずよね。わあ、楽しい。しかも美味しい。いただきます。最高の組み合わせ。もっとホイップクリーム投入。わあ、すごい、たくさん降ってきた。今日のおやつは素晴らしかったわ。皆さんが食べ物だったら何になると思いますか。コメント欄で教えてください。最後にこのビデオをお友達に共有してチャンネル登録もよろしくお願いします。